まさかの撮ってる、はい、すごいオープニングやろオープニング治療から入る。全日本警備保障では24時間安全で安心できる環境を一緒に作っていける警備スタッフを募集しています。どんなオープニングどないなっとんねん。じゃあ始まりました。始まりましたね、キラリー TV。 大丈夫ですか？いや大丈夫じゃないです。あの大丈夫に見えますこれ？いや大丈夫じゃないから、もう今日はだってものの5分でそう、これ久々にね、今このウツボ公園でよ、昔そうですよランニングしてたから、そうですよ、久々に走ろうかって。そうですよ、始まりの場所でね、あの私でもたまにここに心清めに来てるんですよ。そうなん、そう、あのちょっとなんか疲れた時とか、うん、結構人疲れするんで、うん、なんかもうここ来たらちょっとリセットされるみたいな、うん、こう初心に戻らずいられないじゃないですか、この景色を見て、うんうん、でここでね結構いろいろ、あのキラとも走ってきたし、いろんな人とここでランニングしてきて、久々に面々と、そう、久々なんですか今日？だからいや、キラと久々にランニングしようかっていうふうに連絡入れて、でさっきちょうど今まで待ち合わせ場所で大概遅れてくるキラやねんけど、俺の方が今日遅れてきたから、なんかちょっといつもと違うなと思ってて、ランニング、あ、だからちゃいます、あ、だからだだからちゃいます。いやこれ私これ役年やからちゃいますよ。俺のせい俺のせいちゃいます。いやいや、でランニングしだして、はい、撮影が始まる前にランニングしだした途中から撮ってもらう手やのに、はい、撮影始まる前にこけて、いやもう何やったらあれやろ、私もうあのあと 20〜30m 走れてたら多分撮れてたと思うんですよ、うん、走ってるとこね、構えてくれてたもんね、はい、構えてます。そうなんですよ、そう、一周した、一周してるわ、だって一回通り過ぎてもん、ああ、だから一周、まあでも一周できたってまあよかったよ。そうですね、よかったですね、今日の週間両足捻挫して、いやマジで、はい、痛そうやったわ。そうです、なかなかこう見えひんぐらいのヘッドスライディングやった。高校球児のパーッて言ってここ全部なんかカスみたいないっぱいついて、いやそうそうそう、ちょっとかわいそうになったもんね。やめてください、かわいそうなんだ。こんなでちょっとウツボ公園で、ウツボ公園ということで、はい、一応ねパワースポットじゃパワースポットやもんな。いやめちゃめちゃね、うん、そうだからもうここはもう始まりの場所みたいな、うん、そのもう私がもうめちゃくちゃ病み倒してたじゃないですか、うん、病んでた、病み倒してる時に、そうそう、下兄が誘って、あのあれっすね、あの山本さんとこ行ってた時期ですね、うん、そやな、そう、うん、あの大和、堺の大和レコーディングス、山本さんのスタジオに通ってて、うん、マカオから帰ってきて、うん、ソニーと仮契約して、うん、で山本さんのところに預けられるみたいな形で山本さんのとこ通ってて、なんか曲ができてるのにこうなかなかリリースさせてもらえなかったんですよね、あの、うん、もう大事にされすぎて、そうそう、まあそこでレゲエのみんなと、あの久富先輩と再会したりとかするんですけどね、うん、でそのそうそう、闇倒してもう淀川の河川敷走りながら、うん、もう嫌やって言ってる頃、ドラマみたいだね、うん、そう、下兄があの忘れもしないピュアのビップでね、うん、ピュアの2階で飲んでて、でも私とかも超夜型で
朝帰ってまだその時バイトしてて、うん、で朝帰って寝てみたいな生活で、そうそう、で明日からうつぼ、明日2時のうつぼ公園なとか言って、うん、いきなりなって突然走り出したんですよ、ね、お前で高校の先生みたいやなお前ちょお前もう走りみたいな、とりあえず走ってから分かるから、とりあえず走りっつって、そうそう、あの痩せた方がええでって言われてなんて失礼なこと言うんだってその時は思ったけど、でももうだって太り上げてましたもんね、もう顎つながってたもん、そうやったっけそんなこと言ってたいや言ってましたよ、いやもう第一声ぐらい、まずちょっと痩せた方がええでって言われてはぁって思ったけど、まあ行ったんですよね、ランニングシューズもまだ持ってない、そやな、スニーカー、そうそうそう、履いて、でもそんな続くと思ってへんかったからさ、初めは。いやそうですよ、そっから私10ヶ月ぐらい走りましたからね、うん、走ったな連続で、毎日ね、でシモニーが営業でおらん日とかも行って、うん、雨降ってる日とかも行って、うん、今日私極端やからもう雨で行かんやったらもう行かんくなると思ったから、わかるわかる、そう行って10ヶ月ですよ。走る前からランニングで出会ったわけではないんやけど、うん、知り合った当初で、でまあまあすぐっすね、うん、シモニーは前から走ってたんすか。あそうそう走っとった、そこに私が合流した感じ。そうだから俺東京住んでて、で大阪帰ってきてから知り合ったよ、うん、はいはいはい、キラと、でその東京にいてた時からずっと走っとった。あそうなんすね、うん、でもランニング1期生私っすよね。1期生、うん2期生誰でしたっけ。2期生レッドアイやな。あ2期生レッドアイですか。そうで、スベイは大阪来た時に1回だけこのウツボ公園走った。ああスベイ君ここ走ったんすか。そうどんな公園。そうライブ前に、えちょ走りに行こうか言ってこの間今でも忘れないですって言われて走りに行こうかやばない、そんなんある。でもランニングでマジ救われたから、もうここで走ってたらもうみるみるうちにメンタルが回復していくねん、はい、もう私とかもうほんま窓もないような部屋に住んでたから、はい、むっちゃ狭い、もう時間もわからんような、はい、そこでもう21時間寝たりとかしてね、うーんそれきついよなだからもう病んでたんですよ。で夜バイトしてなんか歌うお店みたいなでバイトして、まあ、お酒も出すとこやしで歌って声ガラガラみたいな、もうなんかそんなんやったからこう病み倒してたんですよね。それでリリースもされてへんかったら、そう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 、だからもうもうやめた方がいいんかなみたいな、うん、ってなってて、でもなんかここに来ることによってその景色も違うし、やっぱ、うん、やっぱり人間目と耳となんていうかいいものを口からもそうやけど入れなあかんやん。なんかそのここで走ってたらもう景色もめっちゃ綺麗やし、言うたら緑もあって子供もいて犬とか猫もいて、7時以降は猫がいるんですよね猫がいて、でなんかこうシモニーがずっと横で走りながら次こんなしやこんなしやみたいな感じでめっちゃポジティブなことしか言ってこうへんから、それまでこう結構夜ってその悪口とかも多いし、なんかこうそうなんかお酒出すとことかクラブ、もうクラブ育ちやから結構多いやん、ネガティブな発言みたいなのやったから、その結構ネガティブな言葉を吸い取ってたと思うんですけど、もうそれがもう超ポジティブなことばっかり言ってくるみたいなだからもうポジティブに変わらずにいられなかったっすよね。そうだからもうみるみるうちに復活していったって感じ。逆にこうストレス溜まってる時とか発散方法としては俺いいかなと思ってる。うんうんうん、そう、その時タイムリーに自分がハマっとってランニングに、もう地方行く時とかでも、うん、あのランニングシューズ持って行って今の私持って行って記念で走るみたいな、そう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 、記念ラン、うん、ランニングして、あ、私思ったのがランニング一番思ったのはその やっぱりいい空気を入れなあかんねんなっていう、いいものしか入れたあかんねんなっていうのは分かったけど、もう一つ思ったのがその今まで辛いことがなかったと思うね。その辛いの種類があれやけど、なんていうの、
運動とかでしんどいみたいなのとか、なんかそのしんどいことをやってこなかったからしんどかったのかなと思ってて、そういう感じの闇だったじゃないですか。でもなんかそのランニングをすることによって1日その5分でも、なんていうか、その走ってるうちのしんどくなってきてから、まあ10分でも1日のうちにその本当短いもう一瞬の時間でもしんどいことがあるだけで、そのほんまにうえーしんどいみたいなことがあるだけで、ちょっとくらいのことは気にならなくなるっていう、わかるわかる、本当のそういう身体的肉体的にしんどいっていうのを自分で自分に与えたら、そういうちょっとなんか人が何か言ったとか自分がこんなん言ってしまったとかちょっとのことを気にしてすごくそれまで病んでたのが、なくなるっていう、本当のしんどいがあると、大してしんどくないことをしんどいと感じなくなるっていうのはめっちゃ思った、かな。私はそれが一番。確かに運動はいいよね、そういう意味では、ランニングめちゃくちゃいいですね、もうランニングに出会わせてくれた神ですよランニングの神様です。ランニングの神様ですよ、完全に。あ、シモニーから見て、なんかあります、そのキラが、ランニングしてから。あ、でも規則正しくはなったんじゃん。はい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 、それまでほんまにもう終わってましたよね。だから朝方寝るような感じやったから、ちょっとこう昼の打ち合わせとかやっぱ無理やったもんな。だってもうライフゴーズオンのレコーディングあれですもんね、6時間遅れて。いや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 、あれ忘れもせえよ。あ、そうでした。30分ぐらいじゃない。スタジオに行って、チェホン2時間遅れて。それもどうなの。いやいやいや、チェさんはまあ遅れてきますから、まあでもそれは想定内やって、6時間ですよ、後輩。そう、ほんで後輩でほぼほぼお初みたいな状態の時に、でチェホン来て、キラちゃんけえへんな、もうさっき帰っときますみたいな。いや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 、レコーディング、そう、ズラさんのスタジオで、心斎橋筋のね。そう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 、はい、俺歌うわけちゃうやんか、6時間何しとくよあれあれ、俺歌ってなかった。いやいや、俺は尾崎しか歌われへん。あ、尾崎、尾崎やったらいつでも歌えるんだよでもそうやな、規則正しくなっていったし、なんかポジティブな感じになっていってるから、思考がね、でもランニングしてる時はそんな感じがするよな、なんかちょっとエネルギッシュな感じがする、そうですね、なんかこうやっぱ走るとポジティブに物事が抜くから、ポジティブになっていったっていう印象。ほんでだってまあなんていうかこういろいろ曲も出すようになっていきましたもんね。そうやな、なんかいい天気に変わっていった感じするよな。いい風に変わっていった。運気が上がっていったっていう感じ。ちょっと不安やった要素が全部プラスに変わっていった感じするよな。その時に悩んでたことが全部プラスに変わった感じがする。そうかもそうかも。私山本さんと電話で話したのもここなんですよね。その自分でやりますみたいな、なんかそのこのままこうあかんくっても自分なんていうか、責任を山本さんにその押し付けれないからっていうので、山本さんのせいでダメでしたって言いたくないし、それは言えないから、もう自分でやりますってここで1時間以上電話しましたね。ここのベンチで電話して、もう山本さんもそれは、まあそう、まあ、キラちゃんがそうやって決めたやったら、自分でやりみたいな感じで言ってくれてっていう、そっからいろんな人の作品参加したりとか、っていうのがありましたね。だからこう一つこうコミュニケーションする場所でもあったよな、ここのランニングしながらこういう案件決まったんです、よかったやみたいな、ライフゴーゾーンの PV とかやったらこの辺で俺チャリ乗ってるよなそうそうこの辺でね、そう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 、あ、そうや、ライフゴーゾーンの PV の公演ですよ。そう、でも使ってるから、これから私は
あ、そうだ、みそのでワンマンが決まったんで、お12月22日、うん、はい、もう今だからもうそれに向けて色々追い込んでいってるんですよ。一応、うん、まあ、YouTube もその一環でもあるんですけど、うんうんうん、昔のお客さんと今のお客さんってまたちょっと違いますよね、うんうん、もう芸歴ももう私18年ですよ芸歴そっか、そうですよ、もうあれから10、だからもうなでしこソウルから来年で10年ですからね。あ、そんな経つそうですよ。あ、俺5年前ぐらいかなと思う。いやいやいや、だからあのランニング始めて、うん、ランニング始めたのは2012とか13とかかな、だからちょうど10年ぐらいなんですよ今で。うーん、そうそう、だからそんでね、もう一回こうなんて言うんだろう、まあ一回そういう音楽から離れたお客さんにももう一回キラーを聴いてほしいじゃないですか、うんうん、でやっぱり今そういう TikTok とかで新しいお客さん、うん、まあ、10年、5年かな、5年とかでキラーを知ったようなお客さんとかにも来てほしいから、うん、一応入場無料でやるんですけど、うんうん、そう、なんかこうちょっとなんて言うんだろう、まあなんかパワーアップしたキラを見せれたらいいかなというか、うん、なんか楽曲の面でも結構今まで悩んで悩んで作ってたじゃないですか、うん、でもめっちゃ遅かったじゃないですか、うん、でもなんかシモニーとビートジャック企画、うん、ビートジャック2021ってキラの YouTube の企画があんねんけど、それをやってからむちゃむちゃ曲作るの楽しくなったんで、うん、そうだからなんか今は結構思ってることをダイレクトに曲にスッと入れれるようになったから、うんうん、そうだからなんかそういう曲作りの面でも、まあ、バースデーを聴いてもらったら多分分かると思うねんけど、そういう自分のスキルアップした面とかも、うん、多分久々に帰ってきたお客さんが見たら曲もライブも、うん、こうレベルアップ具合にびっくりすると思うんですよ、うんうん、あれみたいな、声とかもっとガラガラじゃなかったとかなると思うし、手術もしたし、なんかそういうこうパワーアップしたとこを、うん、見せれたらいいかなみたいな、うんうん、ほんまの意味で楽しますみたいな、うん、なんか今まで結構私側をこう気にしてきたというか、うん、こういう風に見られたいとかいうのが特に20代の時はあったと思うし、それでわけわかんなくなったと思うけど、うん、なんか今は結構その冷静に見れてるというか、うんうん、なんかだからほんまに見る人、なんかみんなにとかっていうか、もう一人一人に届けるつもりで、うん、その一人一人の一人のお客さんがどういう風に受け取るかみたいなことを主に考えてるんで、うん、もう来る人みんなに楽しんでもらえるようにいろいろ一個一個考えるようになれたから、うん、なんかそういうとこを見てほしいかも、なんかそういうのを感じれる、まあ、今年のワンマンであり、うん、その先を目指していきたいかなという感じですかね、うん、うん、キラは。まあでもやっぱキラーってアーティストはやっぱライブ力あるから、ライブを見てやっぱこう感動とかそういうものを与えれるアーティストやから、まあ、楽曲だけじゃなくてやっぱライブで見てもらった方が、うん、絶対いいと思うから、うん、そうっすね、それきっかけで知ってくれるのかな、うんうんうん、いいのかな、確かに、そうっすね、うん、生で見て、うん、感じてもらう、生で見な分からないことが結構あんのかなって、あるよなまあそれがなんかライブの面白さでもあるしな、うん、そうですね、うん、まあ、楽曲は楽曲でやっぱこうみんな、なんあれは何テイクも撮り直してすごいこう表面上のいいところだったりするけど、うん、でも本番ってライブやん、うん、うん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 、だからそのな、いい曲をライブで見てもらえたら、うん、違うんだよな、そうっすね、味噌のもええ場所やん、あ、味噌のもそうっすね、うん、箱やん、なんか結構その、まあ、この間の緊急事態とかもですけど、うん、なんか大きい舞台に出させてもらうことがめっちゃ増えたじゃないですか、もうあれ、おかげさまでこの10年で、いやでも俺後ろから見とったからほんまもう豆粒みたいな私を見てでもあれでしょ、出てきた時ちゃんとドームってなってたんですよ、そう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 、もうなんかうわでかいどうしようってかならないんですよ、昔になってたよな、昔になりまくってたけど、なんか天井パーティー、カエルの天井、カエルの天井パーティー、初めてカエルのイベント出ただけで私もうテンパって靴投げて、自分がのリリックも48小節ぐらい飛ばして靴投げてみたいなやってたの思ったら、あの緊急事態の私やばっ
大人になったよ。いや大人になりましたよ。もう10年経ってますから。だからあれから10年ですよ。お客さんにこう一緒にあーあーああとかこう一緒に歌ってくれたりとか、うんうんうん、もうルカミとかイントロ流れただけでああってなってますよ。お客さんが、はい、そういうちょっとこうズル向けスタイルで、うんうん、ちょっとあの慎吾西成ならぬ、うん、キラ天馬になっていこうかキラ天馬橋キラ南森町でちょっとどんどん縮小しといてちょっとちょっとキラ北区やったらちょっと都会ちょっとだいぶあの含まれて中津ぐらいまで含まれてくるんで、キラ 天神橋キラ天神橋えらいなんかちょっと移動していっていやいや同じ場所同じ、うん、キラ造幣局とかで、はい、でもいいんですけどで行かせてもらおうかなってちょっと、はい、見てください思ってるんで、はい、じゃあ、うん、ようふうじまよパンパンもう一つせパンパンようてサンドパンパンパンラガ&ラパやろいやこれ締めそんな締めちゃうやろトークの締めやろいやまあということで、うん、はい、ということでまあ今日はちょっとねこけてしまいましたけど、はい、あのこのこけたのが全部悪いものを持ってってくれたっていうことではい明日晴れへんかったらいいけど明日晴れたらもうこれ今ちょっと両足捻挫の疑いがありますんで、うん、あのはいちょっとね、そうならんかったらいいですけどなので皆さん優しくしてあげてください優しくしてください優しくしてください当分の間だけ一生優しくしてくださいはい、ということでね、はい、みんなのランニングは最高ってことでランニングは最高最高もう忘れとったもう最近これやってるからやってくださいよみんなじゃあ12月22日は待ってますみそのユニバースで Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa. Happy birthday to you.はい、おめでとう。